はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。今回は公認心理試験対策講座オンライン1分チャレンジ過去問アレンジ問題、動物実験でうつ状態になるというテーマで、回答までは1分程度でお話をしたいと思います。こちら、弊社のアットセカンダリーアンダーバー JP もしくはアット公認ウェブというツイッターアカウントなどで出題させていただいた問題でございます。こちらの答え合わせをしていきましょう。動物を対象とした研究において、うつ状態に関連する現象として、学習性無力感は適切である、丸か×かの2択でございます。この公認心理試験対策講座オンラインというシリーズの動画の URL、リンク一覧は本動画の説明欄、概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。さて、いかがでしょうか。回答を申し上げてしまいます。こちらの問題、回答は、丸でございます。無料でご覧になられている方は、ここまでご視聴ありがとうございました。そうですね。